はい、じゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ第128回でございます。で、今回ゆるーくいきます。テーマね、2つのお礼とちょっと相談と、であと意見やアイデアお願いします。もう1個取り直しで、右下はツイッターのアカウントっていう感じなんですけど、まあこんな感じでいきます。で、まあ先週ね、がっつりもまあ真面目な話、まあいつも真面目なんですけど真面目な話をねしたんで、ちょっと息抜き程度に短く済ますから。最近短い詐欺してますけど、今回は短いから、まあ、もしよかったら息抜きにでも聞いてみてください。じゃあ早速ね、行きましょう。まず2つのお礼です。これはこちらからね、言いたいお礼なんですけど、まず1個目が、この前ですね、ホワイトボードが壊れちゃってですね、まあ、初代ホワイトボードがですね、で、まあ、2台目買って今撮影をしてるんですけど、こう思いつきでふと思って、その初代ホワイトボードの動画残したい、あと動画もね、一個残したいなと思って撮ったんですよ。で、ほんと思いつきで撮って、何の計画もすることなく簡単な編集だけ入れてアップしたんですけど、なんかすごい、ものすごいたくさんの方からこう、コメントをいただいてたりとか、高評価ね、評価していただいたりとか、まあ、見ていただいたりとかね、ツイッターでさ、リツイートとかもすごいしてくれてて、で、本当にありがとうございました。120%、いや、200% 俺の自己満足で撮った動画だったんですけど、やっぱ3年半本当にしんどい時をずっと一緒に戦ってきたやつなんで、あのホワイトボードは思い入れが強くてね、そうだから、やっぱこのまま捨てるのも嫌やなと思ってね、アップさせてもらいました。で、結局最終的にはホワイトボードちょっと分解してね、ボードの部分だけを残して、あとちょっと捨てちゃったんだけど、足とかは全部でも残して、ちょっとこう家でうまくセッティングして、息子のまあなんかお絵描きというか落書きとかでね、使おうというふうにしようと思います。まあ、第二の人生ではないんですけどね。まあ、そういう感じでやろうと思っております。で、もう一個のお礼が、これはですね、そのホワイトボードの動画の時もそうだったんですけど、特にこの前のダラダラジオ、まあ、最近ダラダラジオ結構そういう傾向があるんですが、コメントをね、やっぱり自分のユーザーはまあほぼ9割以上が学生の子が見てくれてて、その中でも中学生が圧倒的に多いんですね、自分のユーザー層っていうのは。で、まあ、コメント欄にさ、こうです、頑張りますとかって、すごい嬉しいコメントとかもたくさん、基本的に全部読ませてもらってるんですけど、書いてあるんだけど、特にこの前のダラダラジオのコメント欄さ、こう、頑張りますっていうの書いてあるやつに、その同じ受験生の子たちが、俺もなんとか頑張ろうね、みたいな、うん、頑張ろうみたいな感じのがすごいコメント多くて、実はですね、自分その状態になったらいいなっていうのをずっと思ってたんです。最初の始めた頃から。コメント欄がいつか、こう、自分が、あ、ね、どう、ああだこうだ言うよりも、同じ境遇の子たちが、励まし合ってって言ったらちょっと言葉がおかしいかもしれないけど、こう、モチベーションをこう、なんだろう、上昇気流じゃないですけど、なんか上げ合って、いうようなとこになったらいいなと思ってたので、すごく嬉しかったんです、そのコメント欄。何回も見たもん。もちろんね、例えば自分への悪口のコメントとかもありますけど、ね、アンチコメントもあるんですけど、まあそういうのは別に気にしてないので、自分は。だから、こうみんながこう、ね、多分顔も知らない、もちろん関係ですけど、ネット上の関係なんで、でもなんか、すげえいいなと思って、それが。そう。で、まあ自分にとっても、まあ夢と言ったらまたでけえけど、なんか一個のね、そうなったらいいなってものが叶った瞬間でもあったので、本当にありがとうございました。おそらくこの時期限定、まあね、受験直前っていうこともあるから限定ではあるとは思うけど、でもすごく嬉しかったです、個人的にね。ありがとうございました。で、ここから相談なんですけど、ですね、これは4月以降の話なんだけどね、まあ、今年目標として生授業の常設ってことで YouTube ライブを使って、まあ、生授業をしようっていうのを一応計画を立ててるんです。で、当初最初のね、予定では、例えば、じゃあ1年生の最初、まあ、計算があるじゃないですか。政府の足し算、引き算、掛け算、割り算って、四則計算があって、そこが終わったら、まあ、ちょっとその四則計算のまとめの授業を生でやろうかなとかって思ったんです。各単元が終わった時に、みたいな。でも、そうすると、確かに、まあ、授業内容もちろんみんなにとって役に立つものにはするからさ、役に立つとは思ってるけど、結局動画にあるので、そうすると違うのかなって思ってて。で、今思ってるのは、もちろんそうやってテスト前とかにまとめ授業をするっていうのも OK だと思うんだけど、自分ね、たくさんのリクエストをいただくんです。こういう動画撮ってください。この問題解いてくださいって、メールとかコメントとかツイッターとかいろいろね、DM も含めてたくさんいただくんですけど、
始めた時からずっとこれは一貫していて、リクエストには お答えしない、お断りさせてもらってるっていう形をとってます。で、これは理由はですね、全員のリクエストに答えられないので、不公平になってしまうよなっていうのと、あともう一個は、ひとまず教科書に載ってるもの、教科書の全てを取るんだって。そこをペースを崩したらあかんって思って、おそらくリクエストに答えるようになったら、リクエストがあってね、まあ、今はいただけるようになりましたけど、一個一個答えてたらさ、多分その、本当に取りたい教科書の方がおろそかになると思って。だからひとまずは、教科書が取り終わるまでは駆け抜けようって決めてやってきたのね。で、今ある程度、まあ高校生今取ってますけど、ある程度終わった段階で、であれば、生授業をどうせするんだったら、リクエストに答えて、この問題解いてくださいって、みんなからもらったやつをうまくこうミックスして、取った方が有効なのかなとか思ったりもする。けれど、じゃあ授業始めるよって、コメント、ツイッターで送っといて、みたいな感じで、送ってもらったのそこで生で自分で解いてやってもいいんですけど、それだとさ、個々の関係になってしまうし、事前にこういう問題をやるんだって分かんないって意味がないじゃんか。だからもしそれでやるんだったら、こう、事前にね、じゃあツイッターで送ってっていうのルールを決めたらさ、みんなに送ってもらうじゃないですか、問題と答えを。で、自分が事前に解いておいて、で、ある程度組み立てる。じゃあ今日は、じゃあ連立方程式の質問がいっぱい多かったんで、連立のこの問題を解きますっていうのを、事前に、ぜひとね、事前に出したいんです。で、みんなが見てもらって、あ、この問題解くんだ、ちょっと今日参加してみようかな、みたいな。そう。選べる状態にしたいのね。来てみたら、なんだ、今日はあんま関係ねえじゃん。っていうのなんか、時間がもったいないし、みんなにとって。申し訳ないんで。事前にちゃんとセレクトできる状態にしたいと。でもそうすると、質問した子にとってはすぐ返してほしいじゃん。できれば。それやっちゃうとね、事前にもらったら、多分1、2週間タイムラグができるの。準備して、アップ、まあ1週間ぐらいかな。わかんないけど。そうすると、リクエストに答えることがあんまり機能しなくなるのかなとか。っていうのをね、すごい考えてて、この1ヶ月ね。で、だから今回意見相手をお願いしますって言ったのは、もし、その、生授業で、生授業に関しても、自分4月か5月に2人目の子供が生まれるんですけど、で、やっぱり今はね、いいさと、今度3歳になる息子、上のお兄ちゃんね、の方は、まあもう、3歳にもなるので、もうちょっとで。夜泣きとかもしないからさ、夜ぐっすり寝てくれるわけだよ。だから、その時間に別に授業ができるのね、自分の部屋にこもってしまえば。でも、下の子っていうか、0歳の時とかも本当に夜泣きがすごいんだよ。1時間ごと、30分ごとに普通に起こされるし、泣いて。そういう生活をしてきたから、だからきっと授業をやってても、起きちゃって、ああ、ごめん、ちょっと泣いちゃったから、ちょっと今日ここまでね、ごめんな、みたいなことが普通に起きる。きっと。だからそれを考えた時に、だったらもうやんない方がいいのかな、ってかと思ったんだけど、でも生授業はやっぱり自分でやりたいってすごい思ってるものなので、やりたい。まあそこはやると、一応決めていて、であれば、生授業をどういう形、どういう問題を取り上げたりとか、まあどういう形でやっていくのが、みんなにとっていいのか。そう。ただ、基本的に中学校単元を、やろうと思ってるので、まあ中3の子たちはもう高校生になっちゃうからさ、俺たちとか私たち意味ないじゃんって思っちゃうかもしんないんだけど、もし自分が受けるとしたら、こういうのあったらいいと思うんですけどね、みたいなのがあれば、意見を聞かせていただけると、嬉しいっす。もしよかったらね、ちょっとカチャカチャって書いていただけると助かります。で、最後ね、取り直しです。で、これはですね、中学校の数学の話なんですが、何単元か取り直しをします、これから。高校数学を上げながらなんですけど、で、あれなんか取り直ししてんなって思うと思うんですけど、あまり気にしなくていいです。これなんで取り直ししてるかは、あと1ヶ月、2ヶ月後に、皆さんにお伝えできると思いますので、まあ、ちょっとある事情で取り直しをしますので、あまりお気になさらずお願いします。といった形です。まあ、一番伝えたかったのは本当お礼ですね。特にコメント欄。本当に嬉しかったです。はい。だから、まあ、そういうコメント欄をになるような、そういうコメント書きたくなる動画をね、やっぱり撮っていかなきゃなとは思うし、特にダラダラジオに関してはね、まあそういった意味を含めて、こう、頑張っていきますんで、はい。これからもお願いします。で、まあ右下のツイッターに関しては、自分ツイッターでよくね、まあ情報発信をするので、まあもしよかったらフォローして、ツイッターされてる方はね、フォローしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。では、
今回はハイチのダラダラジオ第128回2つのお礼とちょっと相談というテーマで喋らせていただきました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回はまだ決まってないです。はい。決まってないんですけど、またね、何か喋りますので、もしよかったらそっちの方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。